何か気づいたんだ。愛にも仕方違って。母さん、今の俺はどんな風に見えていますか？今、俺の隣には大好きな母さんよりもっと大好きな、これから共に道を歩んでくれる大切な人がいます。俺は大切な人のために、今までお母さんが言っていた地に足をつけるを一生懸命、そして必死のパッチで胸に刻み、死ぬまで貫き通します。母さん、今まで育ててくれてありがとう。本日、私、青田雄平と私、サナは結婚して夫婦となります。今日の気持ちを忘れることなく、互いを尊敬し、感謝を忘れずに、信頼し合い、成長できる笑顔に満ちた家庭を築いていくことを皆さんの前で誓います。ママへ、今日こうしてこの日を家族で迎えることができてとても嬉しく思います。私は昔から人付き合いが苦手で、心配をかけたこともよくありました。辛いことがあった時、いつも一番に話を聞いてくれて味方になってくれました。ママが愛情をたくさん注いでくれたおかげで、自分のことを好きでいられたと思います。最後になりますが、改めて育ててくれてありがとう。大好き。